全国の中学受験生の皆さん、こんばんは。中学受験専門プロ個別指導塾の塾長の飯塚です。今日は12月18日木曜日ですね。中学受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日はね、ちょっとね、外がね、よりも雪が降りそうなぐらい寒くてですね、皆さん風邪などひいてないでしょうか。まあ特にね、先週ぐらいはね、学級閉鎖になっているというような塾生のね、学校の様子なんかがの子がね、多かったんですけれども、みんな風邪などひいてませんか。ちょうどね、この時期はある程度もう冬のこのぐらいになってくると基礎が随分固まってきてる子多いと思いますので、一日でもね、結構随分勉強できるように、春とかね、夏なんかに比べるとね、はるかにできるようになってるはずです。だからこの時期ね、風邪とかでダウンとかするとね、非常に痛手ですからね、まず体調管理をしっかりすること、あとね、気持ちがね、体調悪くすると気持ちがこうね、ちょっとね、落ち込んじゃったりするから、自分のペースをね、しっかりね、勝ちパターンというかな、いい時のね、自分を作るようにしていってくださいね。で、今日のね、お話としては、もう来週にね、なるとクリスマスがありますけれども、と同時にね、学校も終業式、2学期終わると。で、冬休み、いよいよやってきますね。で、まあ各塾にね、みんなね、冬季講習とか生姜ストックとかね、いろいろたくさんあると思うんですけれども、そういうものもね、もうぜひ皆さん頑張ってくださいというところなんですけどね、ノアの教室もね、大晦日も元日も通常通りね、営業していきますので、受験生らしくね、中学受験生らしくこの年末年始を過ごしてほしいなと思います。皆さんの正月っていうのは2月1日第一望校の試験が終わって、合格通知をもらって、そこで初めてね、お正月、年越しというふうな気持ちでいてくださいね。くれぐれも今年に限ってはクリスマスも正月もないというのがね、まあ先生たちは毎年中学受験やってますから、毎年ないんでね、そう思えばね、皆さんね、今年だけなんで、まあ、ぜひね、頑張ってくださいというところかな。でね、勉強のペースどのくらいやったらいいっていうことなんですけれども、基本的にはまあもう皆さんそうだと思いますけど、起きる時間ずっと勉強だよね。できればやってくださいじゃなくて、もう絶対やるしかないんですよ、そういった面ではね。あとはやっぱり中学受験ってね、みんな合格を目標にやってるわけですけれども、それはね、もちろん否定できないところ、ただ合格だけの目標ではなくてね、この受験勉強を通じて、皆さんに成長してほしいというところが一つありますので、目いっぱい一生懸命、全力を尽くすというところが重要だよね。で、それがね、最後のこの天皇さんの冬休みになるんでね、目標としては起きてる時間ずっと勉強というね、時間でいうと7時間から10時間ぐらい、このぐらいはね、やっぱり頑張らなきゃいけないんじゃないかなと思います。あとはやっぱり、まあ過去問をね、きちっとやるというようなことも重要。まあ大体ね、過去問6年分ぐらいね、第一志望校であればみんなやるべきで、第二志望校はね、やっぱり6年分ぐらいやってほしいところだよね。で、1月受験とかもね、受ける子いると思うんですけれども、これもね、年末あたりに1年分もしくは1、2年分ぐらいはね、軽くやっぱり過去問をやっておくべきだと思います。あとは予習シリーズとかね、それぞれの塾で使ってる教材の解き直し、これが重要。まあ冬休み入っちゃうとね、冬季講習で教材バンバン渡されると思うんですけれども、まあ本当はね、今までのね、問題のテキストの解き直しをするのがね、実はね、点数を安定させる一番のね、方法なんですよ。だから新しいものにどうしても不安だからね、手を広げたくなるんだけれども、実はね、そこに手を伸ばさずに今までやってきた教材をしっかり解き直しをすると。受験で一番重要なのは、難しい問題を解くとか、これから新しいことをやるっていうのは実はナンセンスでね、今までやってきた基本的なテキストを正しく早く正確に解けるかっていうことなんだよ。正しく早く解くことが、当たり前のことを当たり前にやれるっていうことが合格に近づく一番の必勝法なんでね、ノアでもノア式予習シリーズ学習法とかね、30対70の法則とかね、そういうことをやってるんですけども、名前はね、そういう風についてますけど、至って当たり前のこと、基礎基本を徹底して早く正確に解けるようにしましょうということをただ言っているだけなんでね、名前はいろいろそうについてますけれども、
あのまずね、当たり前のことを早く正確にするためにはね、どうすればいいかっていうと、その基礎基本を繰り返すってことなんですよ。習慣にするってことなんです。で、自分の感情っていうのは、皆さんそれぞれあるんだけども、人間はね、感情はね、これはね、どうしても揺れるものなんですよ。試験の直前になれば緊張もするし、例えばね、なんか宝くじで100万円当たりましたって言ったら、みんなすごいやったーって喜ぶでしょ。で、例えばお財布落としちゃいましたって言ったら、みんなこれ落ち込むじゃないですか。それだけね、一つの行動によって気持ちがこうにもなるし、こうにもなるのが人間なんだ。そう考えると、気持ちがこうなるのはもう仕方がないわけよ。毎日、生きてれば嬉しいことも悲しいこともあるはずなんだ。だけれども、一定にするために、できるだけね、仕組みを作る。それは毎日同じ時間に同じくらい、同じような方法で勉強をするっていう、これが習慣があるとね、雨が降ろうが雪が降ろうがね、同じいい時の自分にね戻れるペースっていうのが作れるはず。だからこそこれから冬季講習のね、本当は新規の講座をバンバンやるってことじゃなくて、今までね手垢でボロボロになってきた予習シリーズの問題を見直す。今までずっとやってきた 1,2 学期、あるいは 5,6 年生の時の教材、5年生の時の教材とかね、立ち返ってやってみると、あとは最後はこの過去問だよね。過去問も1回やっただけじゃ全然ダメです。最低3回ぐらいは解いてほしいなと思いますし、全ての問題がね、過去問に関しては特に第一志望校の問題であれば、きちっとね全部自分でね、塾の先生みたいにね、評論できるっていうかな、解説できるぐらいのレベルまで、落とし込んでほしいなというふうに思います。繰り返しになりますけれどもね、今までやってきた問題の解き直しをする。で、勉強時間7時間から最低10時間、最低7時間、できれば10時間ぐらいを冬休みは目標にね、やってください。できればやってくださいじゃなくて、絶対そこまでやって後悔ない、悔いのない受験をね、してほしいなと思います。そこまでやれればね、結果はね、どうになってでも自分の中で満足っていう自分になれるんですよ。その時はね、合格通知が皆さんに届かす。なので、この冬休み過ごし方としてはね、目標は7時間から10時間の勉強と、今までやってきた問題の解き直し。もちろん冬季講習行く子もね、たくさんいると思いますし、ほとんどの子がいると思いますし、新しい問題にね、手をつけるってこともね、刺激がね、必要なので、今年だけやってればいいっていう問題で、適度にね、前にも出ながら固まる勉強基礎基本をね、30.70 の法則にのっとってやっていってほしいなと思います。じゃあみんなね、体調管理もしっかりしながらこの冬も頑張ろう。じゃあみんな第一志望絶対合格に向けて頑張りましょう。